ボーイング787ドリームライナーボーイング787ドリームライナーファーンボロー国際航空省にて、全日本空輸2011年9月25日、受領日本、航空アメリカン航空ユナイテッド航空やカナダ、大韓航空海南航空などボーイング787ドリームライナーは、アメリカ合衆国のボーイング社が開発、製造し、 767.777の一部を後継する次世代の長距離用中型ワイドボディ機。両翼にそれぞれ1機ずつ計2機のターボファンエンジンを装備する双発機である。愛称はドリームライナーであるが、この名前は公募後に2003年6月のパリ航空商期間中に発表された。研究段階では Y2、開発段階では 7E7、e、と称され、 2005年1月28日に従来の命名方式を踏襲した787に変更された。777に次いで開発されたことから787の名称が予想されていた。中型の旅客機としては長い航続距離が特徴で従来の大型機による長い飛行距離も波型の航で直行が可能とされ需要がさほど見込めず大型機では 再三収支が厳しい長距離航空路線も開設が可能となった。エンジン等一部を除いて、ジェットエンジンに関しては、ロールスロイストレント線もしくはゼネラルエレクトリック、ジェネックスを使用する。2003年に開発に向けて受注がスタートすると、旅客機としての経済性や快適性、環境性に優れ、乗客にとっては機内の空気清浄力が向上し、 窓の大きさや手荷物の収容容積等が拡大したことで乗り心地の良さ等が好評となり多数の航空会社が次々にオーダーした。そして受注数は原型機の試験飛行も始まっていない時点で800機を上回るほどに達した。787の原型1号機が初飛行したのは当初の計画から2年4ヶ月遅れの2009年12月15日であった。 初飛行が遅れた理由は技術の先進性に加えて世界中のメーカーに開発、製造を分担協力するよう依頼したことで開発作業が遅れたためである。これにより量産開始も遅れ世界で最初に787を発注した日本の全日本空輸が1号機を受領したのは2011年9月25日となった。全日空は787を導入後 2011年10月から成田香港線を皮切りに世界各地へ就航させた。当初全日空は2008年の北京オリンピックに向けての就航を予定していたため3年以上の遅れとなってしまったがその後は生産が順調に進み日本航空でも運航が開始されたほかユナイテッド航空やアメリカン航空海南航空等世界各国の航空会社が、 次々と導入。2020年1月現在で55の航空会社が787を保有しており、生産機数は800機を超えている。2020年3月現在、運航されている787には3つのタイプがあり、標準型の787から8に加え、胴体を少し延長した787から9、そして胴体を さらに延長した最新型の787から10がある。本校では以下、ボーイング製の旅客機について、ボーイングの表記を省略して数字のみ、またはボーイングを B と表記する。例として、ボーイング777は777、または B777 とする。 1995年に就航開始した777に次ぐ機種の開発を検討していたボーイングは将来必要な旅客機は音速に近い専門速で巡航できる高速機であると考え2001年はじめに250隻前後のソニッククルーザーを提案したしかし2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件後に 航空需要が低下した影響などから運航経費の抑制を図る航空会社各社の関心を得られず2002年末にソニッククルーザーの開発を諦めて通常型 7E7、e、の開発に着手した通常型 7E7、e、は速度よりも効率を重視した767クラスの総発中型旅客機で2003年末に航空会社への販売が社内承認された 2004年4月にローンチカスタマーとして、全日本空輸が50機を発注して開発が始まり、故障も787に改められた。その後、日本航空、ノースウェスト航空、コンチネンタル航空など、多数の大手航空会社が発注している。開発当初のスケジュールでは2007年7月に、完成披露を、8月から9月頃に初飛行、その後に試作機6機で、 試験飛行を行い、2008年5月に連邦航空局の形式証明取得を予定し、取得次第全日本空輸に引き渡す予定であった。全日本空輸は2008年6月に国内線へ投入し、8月の北京オリンピック開催時に東京、羽田北京、首都間のチャーター便に使用すると発表していた。 当初は2007年9月末に初飛行して2008年5月に引き渡す予定であったが新素材を用いる胴体や新機軸を採用したエンジンなど多くの新設計と開発を世界中の各社で分担したために足並みが揃わなかったことで開発が大きく難航した初飛行が行われたのは当初の予定から2年以上遅れた2009年12月15日である一号機を 受領予定だった全日本空輸は北京オリンピック開催時の就航も不可能となり、就航計画の変更を余儀なくされた。受領予定だった1号試験機3号試験機については量産型に比べて機体重量が増加して本来の性能が得られないことから受領を拒否している。全日本空輸とボーイング車が本機と日本の空港設備の適合性、 検証プログラムを実施するため、2011年7月3日に全日本空輸の塗装を施された登録記号 N787EX の787から8型機が羽田の東京国際空港へ初来日した。7月5日から10日まで羽田と中部、伊丹、関西、岡山、広島の各空港を往復し、搭乗橋の接続や給油など、 実際の就航を想定して試験した。2011年9月25日に、全日本空輸は、ボーイングのエバレット工場で初号機の引き渡しを受けて26日に、祝賀式典を行った。2011年9月28日に、本機種の初号機で、登録記号 JA801A の、全日本空輸市向け1号機が、ロールアウトから4年越しで羽田空港に到着し、 10月12日から同月23日にかけて上院完熟飛行を行った。岡山空港に着陸する787から8型、期2011年10月26日、全日本空輸が成田香港間で787として世界初の商業運航を行った。11月1日、羽田岡山、広島線で国内選定機便運航を開始した。 全日本空輸では1.2号機については特別塗装を施し3号機以降は通常塗装とするが787であることをよりわかりやすくするため機体前方に巨大ロゴ787をペイントすることになったただし2014年2月以降に受領する機体は787のロゴはペイントされていないまた 787のロゴをペイントされた機体も現在では ANA の通常塗装に戻された。2012年1月14日、全日本空輸は羽田北京線で国際線定期便運航を開始した。使用されたのは前日の3号機である。同社は2012年夏季より国内線専用機の導入を開始している。国内線専用機の導入が進むと同時に羽田福岡、 鹿児島線羽田熊本線にも順次投入され、2012年秋から、羽田札幌線にも就航した。モスクワドモジェドボ国際空港に到着した、日本航空の787の8型機2020年、東京オリンピック聖火を輸送する、日本航空機2012年4月22日、日本航空は、新規開設となる成田ボストン線に787、 の8を就航させた。これは日本航空にとって787の初就航路線となった。成田とボストン間の直行便は史上初のことであった。日本航空は当分の間は787の特性を最大限に活かせる国際線のみに就航させる予定であると発表していたが、国内線にも787から8型機を順次。 投入し2019年10月より羽田伊丹館で就航している。2012年5月1日、日本航空は成田ニューデリー線での運航を開始し、同月7日にモスクワ線と羽田北京線での運航も開始した。2013年1月4日、ユナイテッド航空はロサンゼルス成田線に日本国外の航空会社としては初めて、 日本への路線に787を就航させた。2013年1月16日、ロットポーランド航空はワルシャワシカゴ線で787の運航を開始したが、この日に全世界的に787の運航停止が決定したため、道路線は就航日に往路のみの運航となり、復路は欠航となった。2013年5月以降、 ボーイングによるバッテリーユニット回収の目処がつき、製作し滞留していた納入町であった多数の機体を納入して引き渡している。2013年5月23日に中国民用航空局は長く先送りしていた787の中国国内における運航を許可し、製造済みで納入が遅れていた中国市け機が納入開始される見込みとなった。認可についてコックは、 運行許可の先送りと後述のバッテリートラブルの関係を含めて詳細を発表していない。2013年5月30日、トムソン航空はバッテリートラブルによる運行停止、再開後、遅れていった同社及び、イギリスの航空会社に対する初号機を受領、翌5月31日に2号機を受領し、同年7月8日に就航予定となっている。 2013年5月31日、中国南方航空は、トムソン航空に続き同社及び、中華人民共和国に対する初号機を受領、6月2日に甲州、広州北京線で就航させた。2013年6月27日、ブリティッシュエアウェイズが、ロールスロイス社製、トレント線を装備した初号機を受領した。2016年4月27日、 通算400号機目にあたる、機体番号 9V の787から8を、スクートに引き渡したことを発表した。2017年2月22日、大韓航空が初号機である787から9の機体番号、HL8081 を受領し、2月24日に、韓国へ到着する。ファーストクラス6隻、プレステージクラス18隻、 エコノミークラス245席の計269席で構成された機体で3月7日から韓国国内で運行を開始し6月頃からトロント、マドリード、ロサンゼルスなどの長距離路線で運行する予定としている当年中にさらに4機2019年までにさらに5機の合計10機を導入する計画である2018年2月22日 シンガポール航空がシンガポールパース線に787の銃を投入すると発表したが、2018年に同社が日本へ就航してから50周年の節目を迎えるため、シンガポール大阪線のうち1往復への導入に正式決定となった。道路線の運行開始は2018年5月3日からで、その後パース線の他に東京、 セントレア、福岡線の一部へ2018年内の導入を行った。2018年12月、通算787号決めの787から9を中国南方航空へ引き渡したことを発表。同期には中国語と英語で787スボイング787、第787か波音787の記念度語が掲出された。 中型のワイドボディ機で、ナローボディの757や、セミワイドボディの767、および777の一部の後継機と位置づけられている。特に、ターゲットとなる767より、航続距離や巡航速度は大幅に上回るとともに、燃費も向上している。トれ性の炭素繊維を使用した、炭素繊維強化プラスチック等の複合材料の使用比率が、 約50%であり、残り半分が複合材料に適さないエンジン等なので、実質機体は完全に複合材料化されたと言える。胴体は767、あるいはエアバス A330 クラスより太く、客室の座席配列は、エコノミークラスで2から4から2の8アブレストが基本で、あるが3から3から3の9アブレストでも従来の旅客機。 737や747のエコノミークラスとほぼ同等の座席幅を確保でき、日本航空を除く航空会社はすべて旧アブレスト仕様で発注、運航している。ただし同社で8アブレストなのは国際線機材となり、2019年10月から導入される国内線機材は旧アブレストとなる。この太い胴体のため、床下貨物室に LD-3 コンテナを2個並列に搭載可能である。客室は従来より天井が 200mm 高くなっている。面積比で767の約1.2倍、777の約1.3倍、A350 の1.65倍の大型の窓が採用され、窓側でなくとも外の景色を見ることができるという。窓はシェードがなく、代わりに、 エレクトロクロミズムを使った電子カーテンを使用し、乗客各自が窓の透過光量を調節することになる。この電子シェードは一番暗い時でも透明度が5%あるため、少し外の景色を楽しめる一方、GPS のシグナルは通さないため、客室内で GPS 信号を受信することはできなくなってしまった。客室内は LED 光により、 様々な電飾が調整できる。トイレは日本航空の主導で t o t o ジャムコボーイングの共同開発による温水洗浄便座がオプションとして採用され、全日本空輸もこれを国際専用機に取り入れている。主翼はじめ機体に複合材料を使用しているが、これによって腐食性等の問題が解決され、7 7七ではコックピットのみへのオプション装備だった。加湿器が 初めてキャビンに標準搭載される。機体フィルターと呼ばれる技術を使用した新型フィルターを搭載することにより、従来のヘパフィルターでは除去できなかった機体分子も除去できるようになった。これにより、少なくとも乾燥が原因で発生する健康上の症状は半減するとしている。コックピットは777のような LCD を多用した。 グラスコックピットを進化させたものになり、従来機では機械式であった FMS も LCD に表示され、777から採用されている CCD 等を介して操作できる。主計機ではないが、ヘッドアップディスプレイも装備されている。エレクトロニックフライトバッグも標準装備される。開発当初、パイロット用酸素マスクは欧米人向けの形になっていたが、 全日本空輸の要請により、東洋人の顔つきに合わせたマスクも作られることになった。補助動力装置の指導と非常時のバックアップ用途に、GSU 朝コーポレーション製、リチウムイオン電池を民間航空機で初採用。巡航速度は、マッハ0.85となり、マッハ0.80の767、マッハ0.83程度の A330。 A340 より長距離路線での所要時間が短縮されるとされる。航続距離は基本型の787から8で最大8500回り。ロサンゼルスからロンドン、あるいはニューヨークから東京路線をカバーするのに十分であり、東京からヨハネスブルグへノンストップで飛ぶことも可能である。機種性能として E タップスマイナス330の取得が可能である。 767と比較すると燃費は20%向上するとされている。これはクルーズフラップスやスポイラードルップなどによる空力改善、複合材の多様による軽量化、エンジンの燃費の改善、これらの相乗効果によるものだという。軽量化によって最大旅客数も若干増加している。787から9では、 垂直尾翼のハイブリッド操流制御機構などにより、さらなる低燃費を追求している。ロールスロイス・トレント1000エンジンは、ロールスロイスホールディングス製、トレント1000と、ゼネラルエレクトリックのジェネックスが用意されている。これらのエンジンも、国際共同開発である。電気接続のインターフェースを標準化したため、 これら2種類のエンジンの交換が可能とされており、将来の技術進歩により、高性能エンジンが開発された際に異なるメーカーのエンジンと取り替えることが可能になった。エンジン指導と発電の両方を行うスタータージェネレーターを採用し、従来ブリードエアとスタータタービンにより行っていたエンジン指導の電動化、エアコンや翼円開放装置なども、ブリードエアを使わず電気化するの防護法については、 他の機種同様に、ブリードエアを使用などにより、エンジンコンプレッサーからの中気をほとんど廃止することで、燃費向上を図ることができたとされる。外見からもわかる、エンジンナセル交端のギザギザのシェブロンパターンは、シェブロンノズルと予備ファン流と燃焼ガス流を混合して、騒音を低下させる効果を狙ったものである。ローンチカスタマーの全日本空輸は、ロールスロイス製エンジンを選択したが、 ボーイングの旅客機でアメリカ製以外のエンジンを搭載した仕様によるローンチは過去に757の事例があるのみである。しかしながら全日本空輸のロールスロイス製エンジンのブレードに欠陥が発覚。納入した全機種のエンジンのブレードを交換するということになり、またもや大混乱に陥ることとなった。2020年2月25日に ANA は、ゼネラルエレクトリック製のジェマイナス1 b を搭載した787から10、787から9を追加発注したため、ニュージーランド航空に続きロールスロイス製のエンジンと、ゼネラルエレクトリック製のエンジンをオペレーションする航空会社となった。八十七は、機体のント近くを海外メーカーを含めた約七十社に開発させる。 国際共同事業である。これによって開発費を分散して負担できるとともに、世界中の最高技術を結集した期待になると、している。参加企業は下請けを含めると世界で900社に及ぶ。イタリア、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、韓国、中華人民共和国といった国々が、分担生産に参加しており、日本からも、三菱重工業をはじめとして、 数十社が参加している。ボーイング社外で製造された大型機体部品やエンジン等を最終組み立て工場に搬送するため、貨物型の747を改造した専用の輸送機が用いられており、日本では部品の生産工場がアジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター、京成特区である愛知県、岐阜県を中心としたエリアに存在するため、中部国際空港に 定期的に飛来している。三菱重工業は7 4 7 x 計画時の2000年5月にボーイングとの包括提携を実現しており、機体製造における優位性を持っている。1994年に重要部分の日本担当が決定しており、三菱は海外企業として初めて主翼を担当、川崎重工業が主役と中道の結合部と中央翼、 富士重工業がセンターボックスと主翼フェアリングに内定していた。計画は 747X からソニッククルーザーを経て787となり、三菱が主翼、川崎が前方胴体、主翼固定公園、主脚格納庫、富士が中央翼、主脚格納庫の組み立てと中央翼との結合を担当している。エンジンでもトレント1に川崎、 ジェネックスに IHI、両 MG に三菱が参加している。日本の分担割合は35%である。機体重量費の半分以上に日本が得意分野とする炭素繊維複合材料が採用されており、世界最大のパンケ炭素繊維メーカーであると俺は、ボーイングと一時構造材料向けに2006年から2021年までの16年間の長期供給契約に調印し、 使用される炭素繊維材料の全量を供給する。ボーイング787の大型部品をアメリカ等の工場へ空輸する際は、ボーイング747ドリームリフターが使用される。ボーイング787から8、ボーイング777から300、767から300、737から800。2019年時点で、787は3つの 派生系を売り込んでいる。ICAO 騎士コードは787から8、787から9、787から10がそれぞれ B788、B789、B78X である。787から3、航続距離3500回り、交通量が多い路線を敵にした296、座席の短距離型である。発注は、 全日本空輸と日本航空のみで事実上日本専用モデルと化していたが開発スケジュールの遅延から発注は787から8に振り返られて2014年7月現在で787から3の発注数は0期である。2014年時点で製造が中断されているが発注する航空会社が現れれば製造を再開する見通しである。 787から8座席数223座席であり、航続距離8200回りの787型機の基本型で最初に開発されたモデルでもある。2007年7月8日にロールアウトし、同年9月末に初飛行する予定であったが、前期の通り初飛行は1年以上遅れ。 結果として全日本空輸に初号機が引き渡されたのは3年以上遅れた2011年9月だった。787から9動体延長の最大座席数300の機体である。エアバス社の A350 から900、ボーイング社の B777 から 200ER と同等の機体である2013年9月に初飛行した。空気抵抗軽減システムのハイブリッドラマナー。 フローコントロールや離陸後にギアを早い段階で格納するために不要後ギアドアを自動的に開くアーリードアーズオペレーションなどを搭載している。ローンチカスタマーはニュージーランド航空で初号機の z k n ズを2014年7月9日に受領し、全日本空輸は初号機の JA830A を同年7月27日に受領した。 世界初の787から9型定期便運航は全日本空輸で東京福岡線で2014年8月7日から運航を開始した787から10最大座席数350のさらなる胴体延長型であるエアバス社の A350-1000 ボーイングでは B777 から 300ER と同等の機体である 2013年6月のパリ航空省で正式ローンチが発表された。サウスカロライナ州ノースチャールストンのサウスカロライナ工場のみで製造する。最初に受領したのはシンガポール航空で2018年3月25日に初号機を受領。同年5月3日よりシンガポール関西線で就航を開始した。その後5月19日からはシンガポール成田線。 7月28日からシンガポール中部線、12月19日からシンガポール福岡線へ導入し、日本路線に投入していた A330 から300を787から10へ更新した。また当社は A350 を保有しており、アジア圏で A350 が就航している都市の中で需要が見込める路線を A350 から900よりも、 座席数が多い787から10に変える。方針も出されている。2015年1月に、全日本空輸が同系機を3機発注したことで、ユナイテッド航空に続きマイナス8、マイナス9、マイナス10の3タイプすべてを導入することになった。また、全日本空輸は2019年3月31日に787から10の初号機を受領し、 同年4月26日より、成田シンガポール線で運航を開始した。787の貨物専用機の開発計画は具体化していないが、787から8、旅客型による貨物専用便は、羽田佐賀、那覇間で全日本空輸が運航している。出展、ボーイング社ウェブサイト、787から10の使用は一部推定値を含み、 787全体も開発が完了して、おらず仕様変更の可能性がある。詳細は EN リストオブボーイング787オーダーズデ a リバースを参照試験飛行中の火災などの他に、2011年11月の就航当日より機材トラブルによる遅延や運休がたびたび見られた。2013年に入り、ブレーキの不具合、バッテリーからの出火。 燃料漏れ、潤滑油漏れなどのトラブルが相次いだ。バッテリーからの出荷事故では、連邦航空局が対空性改善命令を発行し、1979年のマクドネルダグラス DC-10 以来の運行中の同景器すべてが世界中で運行停止になるという事態となった。回収されたバッテリーシステムは2013年4月25日に、 FAA と欧州航空安全局が4月26日に国交省航空局が承認した。4月27日、エチオピア航空が運航停止後、世界で初めて商業運航をアディスアベバ発ナイロビ行きで再開した。運航再開後は2014年1月14日に日本航空の機体から白煙が発生し、機材を変更するトラブルが発生した。 2014年3月8日に右エンジンの油圧が低下し、ホノルル国際空港に左側のエンジンだけで緊急着陸した。ボーイング787のバッテリー問題も参照2013年7月12日、エチオピア航空の機体でロンドンヒースロー空港に到着し、全電源を落とした数時間後に火災が発生。英国航空事故調査局は、 さきのバッテリー出荷事故との関連性を否定、ハネウェル社製の航空機用救命無線機が出荷原因となった可能性が高いとの報告書を公表し、FAA など各国航空当局に対して対空性が確認されるまでは問題の ELT の電源を切る通達を出すよう勧告した。これを受け FAA、ジャキャブ、エアサそれぞれの当局は当該 ELT について点検。 または、取り下ろしのいずれかの措置を求める通告を発表している。787の一部機体が使用しているジェネックス -1B エンジンについて、2013年7月31日に、ロシアの航空貨物会社で運航中に着氷が発生、同系列のジェネックス -2B67 エンジンが4機中2機、停止し、このうち3機で、 高圧コンプレッサーに破損が発見された。ロシア連邦航空局からの安全勧告を受けた、ボーイング社は787でジェネックス1 b エンジンを採用している航空会社に向けた飛行規定の改定を行い、高度3万フィート以上の雲中を飛行する際、飛行経路上に積乱雲など活発な雲域がある場合は、 その周囲約9 0トル以内の飛行を禁止するという通知を出した。同エンジンを選定している日本航空でも安定的な運航を提供するとして2013年11月25日出発便から季節ごとに気象状況などを考慮して機材変更を行っている。2015年4月30日連邦航空局は787の 電源制御システムのソフトウェアに問題があり、248日間継続してシステムを稼働させ続けた場合、突然電源が喪失し機体制御が失われる恐れがあるとして定期的に当該システムの再起動を行う、要国内各航空会社に通達を出した。この後、二千十五年末までに各社に具体的な対応策が発表され、これについて、 ボーイング社は引き渡し済みの機体も、すでにすべて所定の安全性が確保されているとしている。しかし2017年1月27日に、トレント1000エンジンの製造元のロールスロイスと同エンジンを導入している全日本空輸は、同エンジンを搭載しているすべての787のタービンブレードに欠陥があるとして、全機種を変わる変わる運行停止にし、ブレードを交換するという発表をした。 このため全日本空輸はすべての787を運行停止にしたため運行ダイヤが乱れただけでなく大幅な運休を余儀なくされた。なお改良型ブレードは3年後の2019年末までにすべて改良型に交換するとしている。さらに2018年にはトレント1000エンジン長時間運行した際にエンジンの劣化が進む可能性があるとして エンジンが一気停止しても、洋上飛行が一定時間可能な E タップスで許容する飛行時間を制限すると発表した。ただし、すべてのトレント1000エンジンを搭載した787が対象というわけではなく、いわゆるパッケージ C の仕様が採用されているエンジンが対象となっている模様。さらに、改善ブレードに交換した機体は、完全に E タップスが回復される旨も、 ロールスロイス公式サイトに掲載されている。787の開発が始まったことを受けて、2005年に、ライバルのエアバス社は787に対抗するための機材として、a 3 3 2大幅に手を加えた A350 を発表した。発表当初の目標性能では、A350 の方が、航続距離、旅客数ともに増加しているとされているが、ボーイング社は、 787は全く新しい旅客機のため A330 をリファインしても当器を超えることはできないと主張した。実際にその後 A350 は受注数が伸び悩んだことから各航空会社にヒアリングを行った結果2006年のファーンボロー航空ショーでエアバス社は A330 から大きく設計変更した。 新機種の A350XWB を立ち上げ787に迫る受注を獲得している。両者もに将来的な航空旅客の増加を予想している点においては共通するがその対処手法に考え方に違いがあり新型機の開発コンセプトにも影響している。エアバス社はハブ空港間で運用する新型大型機を開発しローカルへは 持ち駒豊富な自社の単通ロッキでの乗客の振り分けを想定しているが、ボーイング社は乗客は面倒な乗り換えを好まず、中型機による直近の空港への乗り入れを求めるようになると予測している。七百八十七は二千十一年就航当初 E タップス百八十を取得していたが、二千十四年五月二十八日に FAA から E タップス三百三十を 取得した。最新機材のラインナップは両者とも、大型機、中型機、小型機をそれぞれ用意している。フライトオブドリームズで展示されているボーイング787、初号機。787のうち試験飛行機である、1号機から3号機が寄贈された。詳細は、フライトオブドリームズを参照。ありがとうございます。